ヘアボールオーディオさんの FET ラックの、キットを組み立てたのでキャリブレーションしていきたいと思います。こんな感じです。電源のテストからいきます。まずシャーシが0オームになってるかどうかチェックします。テスターでオームに合わせてます。マイナス側をシャーシー側に突っ込んで、IEC プラグですね、アースポイントです。続いて基板に電源がいってるかどうかをチェックします。まずGR スイッチオン、 DC ボルトですね、 DC ボルト系に切り替えます。シャーシーのポイントはそのままで、片方の赤いプローブですね、これを切ってます。 30V のプラスマイナス 5% 以内です。基板にマイナス 10V と表示ありますので、ここに当てます。マイナス 10V のプラスマイナス 5% 以内、電源は OK です。次キャリブレーションいきます。トーンジェネレーターの代わりにパソコンから 1K 信号を送って、ヘッドホンアンプでボルト調整できるようにして FET ラックの入力端子に挿します。ここで 0.775V が確認できれば OK ということです。 1K 信号の 0dBu を入力していきます。 GR メーターをオンにします。トーン信号今、はい、スピーカーから出てますね。この音をここに突っ込んでいきます。で、テストポイントがありまして、インプラスとマイナスがあるので、この両端に AC メーターに切り替えて、インポイントのマイナスとプラスのテストポイントにテスター当てます。で、ここで 0.775V に調整していきます。テスターを当てて 0.775 確認できたらまずは OK です。入力には 0.775V 入っています。で、まず Q バイアス設定をしていきます。サイトの説明通り、ノブの位置をまず、24で、アタックをオフで、リリースは右いっぱい、レシオを20:1で、 GR メーターオンの状態にしておきます。で、基板上 QBIAS59R59 これを右いっぱいに回していきます。今度はテストポイントを入力側から出力側に切り替えていくのですが、クリップを使っていくと楽になります。はい、次にアウトプットのノブを回して 2.75V に示すまで調整していきます。 2.75V、はい、アウトプットのノブを回して 2.75V に来るように調整しました。だいたいこれぐらい動いてます。次に Q バイアス R59 を回してテスターが 2.44V になるように調整します。はい、 2.44V 結構シビアです。振動で変わったりするぐらいかなりシビアなので、まあこれまずはこれで良しとします。 2.4 はい、ここが 2.44V に
なることによって FET-Q1 が同通状態になるということです。 Q バイアス設定終わりです。はい、ディスクリートメーターのヌル調整に入ります。まず、トーン信号は一旦外します。ここは使いません。テストポイント10番11番にクリップして、メーターを、DC ボルトモードに切り替えます。ここにノーマル状態で、つなげているジャンパーピンを外します。外すと、ここのトラッキング用の R44 の半固定抵抗器が、外された状態になります。はい、ジャンパーピン外しました。はい、ここで調整するポイントは、ここの R71 番と R75 番、ここの2つのポイントを、回していって調整していきます。 R71 を回して VUK を0にします。そして、R75 番アジャスト、ヌルアジャストを回してここを、プラスマイナス0ボルトまで持っていきます。ここを合わせるとメーターがずれていくので、またここを回して調整していきながら、両方とも0になるように調整していきます。ここにドライバーを突っ込んで、抵抗を変えていって 0VU になるように調整していきます。ヌルアジャスト R75 を回していきます。ここもシビアなので、ちょっとずつ繰り返しながら合わせていきましょう。0です。ここの R75 のヌルアジャスターと、R71 の0アジャストスポットを調整して VUK が0、ここも0にしました。で、ここで調整が終わったら、最初に先ほど外したピンですね、これを、元の位置、ノーマルオペレーションって書いてあるところにセットし直します。はい、セットし直しました。そうすると前面の VUK がですね、少し、下がってしまいます。まあマイナス10とかに落ちる時もあるんですが、今回は、マイナス2あたりまで下がってるので、これを、もう一度ここを回してですね、 VUK が0になるまで回していきます。もうヌルアジャスターは触りません。0調整、 VUK が0になったらヌル調整終了です。リダクションメーターのトラッキング調整に入ります。これはコンプレッションが10デシベル圧縮しているときに、メーターが10デシベル圧縮してますよって表示するように調整していく作業です。先ほどのテストポイントはもう使わないのでクリップ外します。ノブの位置を真ん中24、インアウトを24、アタックを右いっぱいですね。でリリースも右いっぱいで、レシオ20対1の GR メーターにしていきます。そして、インプットにトーンジェネレーターをもう一回挿して 0dBU 出てることを確認します。ここではテスターを使うので 0.775V AC になっていれば OK ということになります。
インプット側のテストポイントにテスターを当てて 0.775V 確認できたら OK です。この状態で今度は出力側にテスターを当てていきます。ここに当てて 0.775V 0dBu 出力している状態に調整していきます。これは出力のノブを回して調整していきます。 0.775V。 0.775V になるまで出力ノブを回していきます。大体こんぐらいの位置になります。次にアタック5オフにします。アタック今フル右いっぱいなので左に回してオフの位置に合わせていきます。アタックオフの状態で入力ノブを回しながら 2.44V 2.44V になるように調整します。2.44V。はい、2.44V になるまで入力ノブを調整します。次にアタックをオンにし、右いっぱいですね、ここにして 0.775V を確認します。ずれている場合は出力ノブで調整して 0.775V を目指します。はい、0.775V になるまで、ちょっと調整していきました。はい、次ですね、アタックをオフにして GR メーター、ゲインリダクションメーターが0になるようにここで調整していきます。アタックがオフの時、ここのメーターが0になるように調整です。で、アタックをオンにしたときにこの GR メーターでマイナス10下がるように調整していきます。ずれている場合は R44 番トラッキングアジャスターを回して、ここをマイナス10になるように調整します。アタックオフで0、アタックオンでマイナス10を表示できるようにこことここを繰り返し調整していきます。これが表示できたらリダクションメーターのトラッキング調整終了です。以上です。はい、これは、FET ラックのリビジョン A なので調整はここまでになります。お疲れ様でした。はい、信号音確認してみましょうか。マイナス10下がってます。下がってます。下がってます。オフです。オンです。という感じになります。調整ができたらあとは蓋を閉めていきますが、配線などこういうところ、ボンドで固定してネジが緩まないように調整していって蓋を閉めて完成となります。こういうところですね。で、この辺も配線を固定して使えたらと思います。ご視聴ありがとうございました。